おはようございます。今日、2月の22日ですね。気温が10度で、湿度 85%、室温が 21.1 度で、42% ですね。はい、今日も雨が降っております。雨降りなんで、今日も、シルコサンドバターおまけでつきます。はい、今日も春ブレンドいきます。で、今日の、コーヒーに関するあれこれ、一応、これ思いつくだけはちょっと続けてみたいなと思うんですけど、コーヒーに関するあれこれ、ここでいつも、配ってる、雨とシルコサンドバターについて、話をしようかなというふうに。まあ、はっきり言って、あれですよね。シルコサンドバターを、コーヒーにつけますよっていう話なんですよね。雨の日にはシルコサンドバター、まあ、シルコサンドバターって、まあ、これが非常にコーヒーに合うわけなんですよ。で、これは非常にコーヒーに合うということは、まあ、前にコーヒーに合うものとしていろいろと、実験やった中で、これはいいねっていう風で、見つけたものなんですけど、そのシルコサンドバターを、まあ、基本的には、サービスでつけようという風になってるんですね。これ何かというと、まあ、簡単に言うとあれですよね。コーヒーやで雨の日にどうしても暇になるっていう傾向があるんですね。で、雨の日にどうしても暇になる理由は簡単ですよね。雨の日にわざわざ、コーヒーを買いに行く必要はないからですよね。コーヒーにかを買いに行く必要がないから雨の日には暇になる。で、まあ、当然僕らも商売ですから、まあ、できれば暇になってほしくないわけですよね。で、もっと言うと雨の日と晴れの日というか、まあ、波が大きくできない方が、まあ、仕事としては楽なんで、雨の日に例えばお客さんが少ないと、その分だけ、他の日にお客さんが多いというふうになるとやっぱりバタバタするんですよね。だからそのバタバタをなりたけしないようにするにはなりたけお客さんを慣らす必要がありますよね。意識的にはできれば雨の日にお客さんをちょっとでも増やして、平日の、まあ、お客さんを、まあ、減らすという言い方はおかしいですけど、まあ、どっちかというと全部に増やしたいんですけど、まあ、そうはいかないんで、まあ、とりあえず、雨の日のお客さんを増やすということをやっぱ考えるわけ。こんな中で、雨の日は本来はお客さんは少ないんで、その中で、雨の日に行くといいよねっていう風な、雰囲気を作れば、まあ、雨の日の、まあ、売り上げが増えるんじゃないかということなんですよね。だからといって例えば雨の日に何割引きっていうのをやればいいかっていうと、まあ、その何割引きをやれば、まあ、売り上げは増えるかもしれないし、お客さんもその時増えるかもしれないけど、それでは全体的な、売り上げとしては減ってしまうわけですよね。だから無理な、値引きはやらん方がいいと。はい、まず真ん中を指します。やる以上は無理な値引きをやるんじゃなくて、もう、無理のないサービスをしようというふうに、まあ、考えるわけですよね。そうするともう本当シルコサンドバターなんてもんは、まあ、普通にスーパーでもまあ売ってるんですけど、まあ、そんなにメジャーじゃないんで、だけどメジャーじゃないけどこれは確かに、コーヒーには合うわけですよ。だからそのコーヒーに合うことを、まあ、
普通にお客さんは知らないから、だからその知らない情報を、まあ、サービスするってことですよね。このシルコサンドバターはコーヒーに本当に合うよっていうのを、まあ、伝えるっていうことで、やるわけですね。はい、3分のブラシ入ります。だからたかがシルコサンドバターかもしれないけど、そのシルコサンドバターをこうサービスで出すことによって、ちょっとお得、雨の日に来たことがちょっとお得になるみたいな感じで、今出してるんですね。雨の日にシルコサンドバター、それによって、少しでも、まあ、雨の日のお客さんが増えれば、それはそれで、まあ、僕ら的にはいいことだし、でお客さんの側からすると雨の日に、まあ、結局コーヒーなんてもうなくなった時に、まあ、買いに来るのが、まあ、普通ですけど、それが雨の日だったら、まあ、1日2日ずらしてもいいやっていうふうに本来だったら思うと、こうわざわざ買いに来ていただいたんだから、ちょっとそのぐらいのサービスがあってもいいのかなということで、雨の日の、シルコさんのバターやってるわけなんですね。これって、まあ、コーヒー屋だけではないですよね。飲食店とかなんかだって、本来で言うと、そういうことは可能ですよね。多分雨の日だと、お客さんも、来づらいだろうなということで、じゃあ雨の日に何かサービスしましょうということは、まあ、普通には可能ですよね。例えば喫茶店だったらいつも、出すピーナッツが、例えば、通常出す、ピーナッツがちょっと、高級な、ものに変わるみたいな感じでも OK なわけですよ。つまりそこのアイデアってもうほんのちょっと変えるだけで、雨の日はこういう、おつまみがつきますよ、ね、通常だとこういうおつまみですよということで、そこに差別化すればある意味、お客さん的には雨の日の方が結構いいもの、例えば、コーヒーに対してつくんだみたいなちょっとお得感があって、ちょっとそれが食べたいがために雨の日にわざわざ、喫茶店に足を運ぶっていうのもありだなというふうに思うわけなんですね。だからそういう意味合いで言うと、アイデアって、どこにでも転がってるなというふうには思うんですね。だから、ここ、コーヒープロで、コーヒーを試飲で出すわけですけど、その試飲で出すときに、このシルコサンドバターで、シルコサンドバターであることがポイントなんですよね。なんでかっていうと、そのシルコサンドバターが、実はコーヒーに合うことを、まあ、我々、発見したわけなんですよ。つまり、代表と、一緒にこういろいろとああでもないこうでもないというふうに、コーヒーと合うものをこうチェックしてた時にシルコサンドバターが、まあ、見つかったわけですけども、そのシルコサンド、シルコサンドバターというのを、発見したわけだから、その発見したという、実を言うと、価値ですよね。つまり何でもいいんじゃなくて、シルコサンドバターがいいということがポイントなんですね。だからそれを我々が発見したから、そのシルコサンドバターが、コーヒーに合うよという、情報を、お客さんに、サービスできると。ただシルコサンドをあげるんじゃなくて、シルコサンドバターというのがコーヒーに合うという情報をあげることができると。そうするとそれを、コーヒーを、試飲のコーヒーを飲みながらシルコサンドバターを食べた時には、これ本当に合うなと思えば、スーパーとかなんかでシルコサンドバターを、そのお客さんは買うだろうし、
いい情報を、くれてありがとうねっていう感じになるだろうし、そういう、価値っていうのが、いいことであって、そのただ単に何、かつけましたよっていうんじゃなくて、やっぱりそこは、シルコサンドバターゼとかはポイントかなっていうふうに思うわけなんですね。だから別段ここであのよくある喫茶店のロータスの、クッキーを出してもいいんですよ。ビスケットを出してもまあこれはこれで良かったと思うんですけど、そこはやっぱあのシルコサンドバターの方がちょっとオリジナリティがあるかなという気は、しましたね。ただロータスの、まあ、ビスケットの方がちょっと安いんで、あっち出しておいてもいい良かったかなというのは本音ではありますけどね。ただあれ出すと結構オリジナリティがないんですね。いろいろな喫茶店がよく出してるので、ちょっとオリジナリティがないんで、やっぱりそれと比べるとまあシルコサンドバターの方が、オリジナリティがあってまあいいかなと。まあだから逆に言うと雨の日はシルコサンドバターで、例えば、普通に晴れの日は例えばロータスのビスケットみたいな風ならいいんですけど、残念ながらこのコーヒープロでは別段あの試飲で、コーヒー出す、これは、ずっと出してはいるんですけど、それにおつまみをつけるという習慣はないので、ロータスのビスケットを出すという意味はあんまりないんですね。ただこれが、喫茶店とかなんかで、常時おつまみを出すというふうで、例えば、やる場合だったら、普通の、平日は、平日というか普通の晴れの日とかなんかは、ロータスのビスケットを出しておいて、雨の日はちょっと割高だけど、シルコサンドバターに切り替わるとか、そういうふうなサービスだったらありかなという気はしますよね。はい、2.4 リッターに決めました。多分本来だったらここの、はかりに乗せた時の重さをこうきっちりと何グラムにするといいとかいうふうにした方が面白いかもしれないですね。はかりをこの下に置くと置けるんですよね。置けないことはないですね。ちょっとやり方考えよう。つまりはかりで、量を測った方が多分、今この、ビーカーってでかいんで、今 2.4 リッターにしたんですけど、 2.4 リッターという数字が結構曖昧になっちゃうんですね。で昨日も、このバイパス、まあ、この薄めることをバイパスって言うんですけど、
このバイパスやった時にほんの少しの、お湯の量、薄める量で、結構味に差は感じるんですね、人間は。だったら、もうちょっと正確にビシッと、決めてもいいのかなというふうには思いましたね。その決めるルールがちょっとまだ決まってない。ただ、決め方っていうのをいろいろと、考えてもいいのかなという気はしました。今現在ですね、春の飲み比べ、やっております。春の飲み比べセットですね。春ブレンド、今日、立てた春ブレンドと、玉木の方では小春、コーヒー遊戯の方ではブレンドコーヒー春という、この3つをセットにしたものなんですけど、ある意味こういうセットにすることによって、まあ晴れの日のコーヒー、つまりちょっと高級品ですよね、コーヒー遊戯と、玉木という高級品のコーヒーも、ね、飲む機会を作ると。それによって、晴れの日に、せっかくだからじゃあ、玉木のコーヒー買ってみようかなというふうな気になるということで、とりあえず、まずは飲む機会を増やそうということでやってる企画です。春の飲み比べ、よければご利用いただきたいと思います。とりあえず今日は雨とシルコサンドバターについてちょっと話をしてみました。はい、とりあえず今日はここまでということで。